はい、闇鍋をしようと思うのですが、その時の材料は何がいいですか？闇鍋。じゃあ、ダークマターを入れる。はい。闇でしょ、ね、闇ですもう。だったらもう闇を入れるしかないです。闇には闇です。はい。下が見えない。続きまして、ラジオネーム、パンコさんからいただきました。S でも M でもない人のことを何というのですか、まあ、両方の要素を兼ね備えた変態です。そうなんだ。僕は昔、友達にそう言われました。S でも M でもないって、辛いね。つまり杉戸さんは、両方の要素を兼ね備えた変態なんですよ。お前に言われたかねえよ。怖えよ。続きまして、ラジオネームシンクさんからいただきました、はい、よく明日に向かって走れなんて言いますけど、具体的には明日ってどの辺にあるんですか？明日は見えないから意味があるんですよ。バルディオスもそう歌ってた。だからさ、バルディオスをどれぐらいの人が知ってるわけさ。知ってるでしょ。明日救えよ、本当によ。逆ギレ。わかった、バルディオスを勉強しておきます、うん、続きましてラジオネームレモン伯爵さんからいただきました、はい、何でも可愛いっていう女子高生みたいな杉田さんに質問です。最近見た一番可愛いものは何ですか？スのモノマネをする釘宮さんです。あ、大好きさん大好きさん、こういうので好きなんでしょ、一緒に帰ろうよ。こういうのでしょ。ちょっとやるんですよ芝居を、ね、すっごい可愛いんです。確かにね、うん、貴重なものを聞いてしまった。ただね、やられてる方としては軽く、なんだろう、下げすまれてる感じです、ね、僕もです、うん、そんなにこと言わなくてもいいですよって言うと、最終的に僕は釘宮さんにさっきのすごい良かったですよって言って、もうバカって言ってバーンってドーンって打たれて、うー最低だ。なんだか喜んでる人もいる。テレレテレウィーウィー、ほらハンセン誰も知らない。でその勢いで岡本信夫にウエスタンラリアとすると、あ、関節でもいい最高みたいな。どの辺を殴られたんですか、どこの辺をって言って、信夫巻き込んじゃったよ。僕のこの辺まさぐってくるのか、最近マジでやめてほしいんですけどね。金八がアニメ銀魂全話まとめて一言で突っ込んだ。
結局立木さん歌ってくれなかったじゃないですか。おアニプレックスさんどうなんだよ。歌ってくれるかなと思ってるんですけどね。なんかマダオの歌を原作で登場させて、うん、だから矢が王にもだからむしろこれは歌う環境を作る。ソラシ先生にお願いするんです。外堀から埋めていこう、うん、もう歌わざるを得ない状況に。そうマダオの歌っていうね。でマダオマダオだけど歌うとメッサかっこいい。いや歌うと多分大変なことになりますよ。惚れるね。みんな立木さんの歌唱力をご存知ですか。やばいですよ。知らない人はねぜひ聞いていただきたい。そう昔カラオケ屋ですごいうまく歌ってる横で、うん、あのお店の人が、あら歌上手ねあの住職さんって言ってケンユウさんが言ってたって、ね、またケンユウさんが怪しいな。ケンユウさんだとなあの住職さん歌うまいねっていうね。うんまあさもありなん、うん、実際うまいものシャレになんないぐらいうまいですからね。うんぜひぜひ、次銀玉があったらね、うん、セカンドシーズンはそう本編でマダオが歌う。本編で歌う。そう。っていうのを、まず、ソラシ先生を、そうです。書きつけて。本編で歌うなら、石田さんと同じで逃げ場はないはずなんだ、ね。そう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 。そこをね、うん、あの、歌マダオを立てるような人じゃないと思う。違います。ね。そこは本人です。本人です。これたまんねえな、おい。みんなソラシさんに、はい。嘆願書を。そうです。歌わせるの歌。マダオの歌を。ひたすらかわいそうな目に遭う。そう。ただただ災難に遭っていくっていうね。本当にあの雪山かなんかで滑るから本当にボードにされてね。後継ぎが後継ぎがってやあの下りひどくって。ひどかった。ブレーキをかけあと臭いって言われるし本当にねかわいそうで、ね、いやひどかった。女子がみんな逃げてくっていうのがね、なんもう切ないわ本当に。なんかね本当モノネタのものなんだよ、うん、そうですね。将軍を使って一ネタっていう。そうそうそう。もうどういじれるかというかね。なんかねなんかまあかわいそうなんだけど、ね、面白かったですよ、まあ、その積み重ねがあって一国形成編で、はい、ちゃんと決めるっていうね。そうですね、うん、今回ようやくやっと将軍らしい将軍のシーンが来たよっていう、うん、あやっぱりちゃんと将軍だったんだなっていう、ね、やっと分かりました。嘘じゃなかったっていう。本当だよ影武者だと思ってたもん、ね、まあ実際もね、まあまあさださだがね、うん、実権を持ってたんですけれども、うんまあねうん、でも最後の最後でね、うん、ちゃんと将軍として独り立ちしましたし、うんパシッと決めましたしね。これからが楽しみなキャラですよ。はい多分ねそんなことで、26歳我が家の豆まきはバトルロイヤルさんからもいただいてますよと、はい私が子供の頃我が家の節分はバトルロイヤルでした。私の家族は父母そして私を含む3姉妹でなっています。5人家族ですね、うんうん父が鬼役となり母が暗闇の中豆をまきます、うんここからが姉妹同士の戦いです、うんチャリンパラパラチャリンと自然な音。母が撒く豆の中には小銭が混ざっている。お小遣い制度のなかった我が家ではお年玉以外の臨時収入のチャンス。なるほど。全く明かりのない暗い部屋の中を音を頼りに小銭を探します。あそれ面白いな。100円や500円を狙って妹たちとぶつかり合いながらとてもデンジャーでスリリングな豆巻きを楽しんでいる。完全に信長の野望の施しですよ。全国版であったあれだね。投げるやつ。民中を上げるあれ。そうそう。よろず屋の皆さん、雇族の皆さんはどんな節分をしていましたか。普通だよ。確かにそこはそのイレギュラーなことはないですね。ないないな。でもちょっとそのシステム面白いですね。いいかも。やる気が出て。豆は皆さん。